前より。なのでちょっとまた伸ばします。なんかさ、前髪切ったからかな、なんかだいぶ広くなったので。もうちょっと本当は狭くしたい、前ぐらいのしたいんですけど、ちょっと伸びるまでの我慢ですね。もうちょっと、そう思う、自分で切る。自分で切りますよ。やっぱ自分で切るのが一番だね。帰ってからちょっと自分で切っちゃったんですけど、また なんかね、広いから好きじゃない、もうちょっと狭い方が好き。そう、18歳最終日です。ちょっと思った以上に広くなっちゃった。あれ、充電できてない。伸びないかな、前髪。伸びないかな。髪の毛の、そう、髪の毛のせい、あ、これは元は切ってもらったんですよ、美容室で。で家帰って自分でちょっと微調整した。ちょっときっと自分で重くなっちゃった前髪、もうちょっと薄くしたいんですけど。少しだけね、なんかすごいパツになってて、だからちょっと微調整して自分で。なんかやっぱ自分で来た方が一番だね。自分が分かっ、一番分かってる。横を伸ばしたいんですけど、横がちょっと短いから。いや、写真見せたんだけど、思ったより短くなっちゃった。前髪失敗した。今日いや、触覚はあるのはあるんですけど、なんか短くなった。ここ触覚っていうか、分かる、こんだけになっちゃった。あったんですけど、ここ多分全部だったかな、触覚。多分ここら辺が触覚だったと思うんですけど、ここら辺の髪の毛が前髪にいっちゃった。こっちの方がまだあるか。こっちがちょっと短いですね。まあ伸びるまでの。あ、消えちゃった。まあ伸びるまでの辛抱です。そう、帰ってきてから前髪切ってる。ちょっとだけ失敗しちゃった、前髪。もっとしっかり言えばよかったのかな。いや、
見るの早い、見るの早いかな。前回いつ切ったっけな、でも覚えてないや。1ヶ月は経ってないか。あ、美容室でトリートメントしてきました。今日カットカラートリートメント大丈夫、備えてみよう。いや、なんか病院行きたいなと思ってて、でもそう、今日がちょうどいいなと思って今日行ったんだけど、前髪切りたくて、ずっと邪魔で切りたくて切ったんですけど、ちょっと短く範囲が増えちゃった。範囲が増えちゃった。まあ仕方ないけど、また伸ばします。短い、なんか真ん中は別にいいんだけど、横ね、横ね、横が前髪になっちゃった。ここの触覚が前髪になっちゃったってだけど、ケーキをもらう。ケーキ予約、予約もした、昨日した。なんか髪がちょっと、人生、ちょっと待って、ちょっと待って。あ、昨日マネージャーさんに言いました。昨日配信終わった後、今日か。うん。今日だった。12時超えてたから。なんかやだな。お、すごい幼くなっちゃった。前の方が好きだったかもしれない。大丈夫だった瞬間ケーキ。あ、食べないです。だってここ食べれないもん。誕生日は明日の夜に取りに行きます。誕生日ケーキか、誕生日ケーキは。ちょっと後悔してる、自分できればよかったって。ちょっと伸ばす、また横伸びないかな。明日の夜までずっと、いや、ずっと配信しないですよ。そんな一日中配信しないです。明日は朝から予定があるので、ちょっと早く寝ないってなので、そうですね、ランキングを読む時間12時20分ぐらいにランキングを読んで終わります。明日5時起きです。やばいやばい、5時起き。申請必要、なんか申請必要、よくわかんないんだよね、わからない。マネージャーさんに言ったら、あの、暇と癒ししたいですって言ったら、了解ですって、起き、やばいやばい、起きれるかな。配信終わったらすぐ寝る、コンタクト外して。結局7時に起きたんだよね、朝。9時に起きるつもりだったんですけど、やらないといけないことが増えて7時。毎日早い。広いな前髪、気になっちゃう。
昼起き普通に私にとっては早いからいいの、今早起きです。いいの、私にとっての早起きだから。髪色カラーしたんですけど、あんま分かんない、分からないかなんかいつもなんか赤っぽく赤ピンクみたいな感じで染めてもらってるんだけど、ブリーチしないでだからあんまりわかんないかもだけど、画面越しじゃ。今日はそんな感じなの、今回は赤っぽくしてない、多分あんまそんな気がしないんだよ。もうプリンじゃなくなっただいぶプリンになってたから上が黒くなってた。ちょっと昨日よりかは茶色っぽいかもしれない、わからないけど18年の振り、あ、そうだ、18年1年を振り返って、18歳の1年くしゃみで言うと18歳の1年振り返って、18歳はね、18歳、そうだね、まあでもコンサート久しぶりにして、ツアー、神奈川ツアー、熊本ツアーとか久しぶりに延期してたのがやっとできて、そう、なんか久しぶりすぎてなんかめちゃくちゃ楽しかった。いつ、普段っていうか前やってたのも楽しかったんだけど、なんだろうね、やっとできたみたいな、なんか久しぶりにメンバーみんなとコンサートでツアーでステージに立って踊るのがすごい楽しかった。ファンの方にも久しぶりに会えたしね、直接たくさんの方に会えたし、あと去年だよね、去年18歳大分でイベントも一人でできたし、大分でのイベントはあれじゃない、献血のイベントの時ぶりだよね、あれは2018年ぐらいかな。それ以来だから2018年、2年ぶりぐらいに久しぶりにできて、それもすごい楽しかった。大分でのイベントが今までその1回しかなかったから、ツアー除いて、それも楽しかったね。職業訓練、そう、職業訓練みたいな、なんかいろいろなんかお花のアレンジのやつ、フラワーアレンジとかやつしたりとか、いろいろしたやつとかかな。そう、でもコンサートがすごいできたのが嬉しかったね、いろいろ春とかにあった4月5月とか、エイトの神奈川ツアーもそうだし、今後ツアーもそうだし、舞台のめじむりも熱もそうだし、あとは峯岸さんの卒コンもコンサートたくさん、結構去年18歳だから去年もそうか、ごめん2020年
違うわ。うん？福岡違う。その時は17だ。全然17歳の時はあんまなかったから自粛期間とかぶってだよね。そうだから今年はいろいろコンサートができてすごい楽しかったね。神奈川ツアーの最強ツインテールがめっちゃね、あれも嬉しかった。最強ツインテールめっちゃ久しぶりにやったんですよね。披露したのはあれだよね、リクエストアワーぶり2回目すぐぐらいしかないですけど、2回ぐらいしかないけどすごい楽しかった。若い子たちと新メンバーの子たちとみんなで踊れてね、センターでやらせてもらって嬉しかった。そのセットリストに入ってるのが嬉しかった。まずエリナちゃんが入れてくださって、それも楽しかったね。神奈川ツアーあれ携帯が、あ、びっくりした、電源落ちたのかと思った。充電してるのに、あ、別の端末ね。違った、普通になんか通知が来て消えただけだった。エリアちゃんとボブ、そう、カナちゃんとカナメちゃんと3人で久しぶりだね。お、ひなこだ今日ごめんなさい、ありがとうありがとう。20分切った？あ、ほんと、あと少しね、テープやっぱ書こうかな。なんてすればいいかな。18歳ラスト配信、はい、ラスト OK。あと少し、あと8分、あと8分で誕生日、11月3日。そう、ひなこもね、あと少しで誕生日なんです。18日近い誕生日が。カウントダウンは何秒前から、10秒前ぐらい時計開いとこう。時計時計よいしょ。 OK、 もう少しで19歳。AKB に入ったのは、AKB に入ったのは14でも13の時だけど、誕生日が来てなかったから14歳。オーディションに受かった時はまだ中2かな。お披露目があった時は中3だったけど、オーディションに受かった時少し、あともうちょっと、あと5分ぐらいだよね。もう一つあたり、あ、二つあたりで、あ、あの時受験でしたね、ちょうど受験の期間でした。だからまたなんかね、大分でツアーを迎えたいですね。その時は
友達を呼びたい。ちょうどね呼ぼうと思ってたんですけど、仲いい子とか来れなかったんですよ、受験の期間でかぶってて。家族しか来れなかった。あ、そうそう、だから家族だけ来れたんです。家族以外は友達とかは来れなかったってこと。呼びたかったんですけど、そう、まあ仕方ないね。受験のかぶっててみんな、そう、高校受験で大事な時期なので来れなかった。はい、もう一回それ浮いてツアーしたら絶対呼びたい友達を。定時休みから何時ぐらい、私何時に生まれたんだけどあんま知らないんだよね。あんまり知らない。受験、そう、受験期間とかぶってて来れなかったってこと。友達はかぶってなかったらねってみんなに言われちゃった。これなかった。あとちょっと、あ、明日ももちろん配信するんで、夜にちゃんとやるのでね、明日。あ、でもこんな遅い時間じゃない、もうちょっと早い時間にすると思います。あと少し、3分ぐらい。昨年祝ってくれたメンバー、祝ってくれた誰が一番だったかは、多分ひなこ、ぴったりに送ってきた。ひなこがぴったりに送ってきてくれた、なのに私はぴったりに送れなかった。じゃあ今年こそはひなこのぴったり狙いたいと。ひなこめっちゃ早いから。やばい、あと少しだ。え、切れないよね、これで切れたらやばいね、逆に面白いけど。なんか友達の誕生日はガチ勢らしい、あのガチ勢だもん、だってぴったりに来る。ぴったり12時、そう、そう、0時0分に来る。あとちょっとちゃんと時計開いて秒数を見るようにしてるから、10秒前ぐらいからカウントダウンしようかな。あと少しだ。今待ち構えてるかと思うとなんかあれ、ひなこ待ち構えてるかも。もうしぐっといて、やばい、あと1分、あと1分ぐらい。今時は閉めるの初めて、私もするの初めて。初めてです。初めての瞬間にジャンプできない、座ってるもん。どうやってすんの。あとちょっとだね、19歳になっちゃう、ラストティーン終わっちゃう、18歳が。10秒前からね、カウントダウン。あとちょっとだ、ちょっと時計見ていかないと。あと20秒ね、終わっちゃう、終わっちゃう、18歳が、あとちょっとだ。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ちろ19歳皆さんありがとうございます。誕生日おめでとう。ありがとう、ありがとう、どうもありがとう。ちょっと待って読むね。ありがとう。19歳、19歳になりました。イエーイ19歳。ちょっとタイムマスター、カズさん、タワーありがとうございます。ありがとう。ちょっと待って、後で確認しよう。とりあえず先に名前読んじゃいます。にゃこさん、タワーありがとうございます。ありがとう。とグラントさんもタワーありがとうございます。みんなありがとう。書きます。とりあえずWY とマック影の守護神エンジェルゾイさんもタワーありがとうございます。あーピンタ、ありがとう、ありがとう。みんなじゅうきゅうさいだ。あ、そうだ、テロップ変えないと。まだ18歳になってる。テロップ、あ、OK、OK、19歳。とりあえず今日も19歳、最初の教訓を生み出したいと。名前よいしょ。よし、あ、かわいいかわいい。カズさん、ありがとうございます。タワーありがとう、ありがとうありがとう。映ってない、映ってるか。ありがとう。あとはみやこさん、キャムクマ行きますね。くまちゃん、くまちゃん、くまちゃんなんか虚無感が増しちゃった。2人目のくまちゃんにゃこさん、あ、にゃこさんありがとうございます。どうもありがとうなんかちょっと虚無感が増したありがとうございます。あ、エリアちゃんどっかな。あ、誕生日おめでとう、ありがとうございます。エリアちゃん、エリアちゃんありがとうございます。間違えたエリアちゃん来てた、ありがとうございます。あ、みやこさんもありがとうございます。どうもありがとう。でね、次か、オッケー、
よし、頑張っちゃう。なんかだんだん可愛くなくなってきてるんだけど。グランツさんありがとうございます。タワーありがとう。ありがとう。気のせいかな。ありがとう。ちょっとあもうなんか虚無感が増してるんだけど。あ、タワー。シンさん、タワーありがとうございます。ありがとう。香港のアルマートマーク、キュウカちゃんお誕生日おめでとうさん、ありがとうございます。ちょっと待って、書くから、ちょっと待って。え、全然感情がないんだけど、ちょっとダメだな。まあいいんですけど、キャムラ君。いいんですけど、ちょっと待って、次は。よいしょ、動いちゃう。よいしょ。あ、漢字間違った。くまちゃん、くまちゃん、なんか、え、どういった感情出るんだろう。なんか、え、だんだんブサイクになっていってるかもしれない、くまちゃんが。ごめんなさい。WY やとマック、かけんの守護神、エンゼルゾイさんとありがとうございます。ありがとう。なんか、これね、だんだんくまの感情が薄くなってる。どうやったらいいんだ、わかんないや、もう。無理よ。よし、クマちゃん、クマちゃん。目がちっちゃいのか。あ、なんかこっち待って、かわいくなくなった。これはダメ、ちょっと違うから顔だけ描き直そう。よいしょ、ごめん、なんかどんどんブサイクやっていってるかもしれない。シンさん、タワーありがとうございます。ありがとう。ちょっと絵心のなさがバレてしまう。ありがとうございます。ダメだな、感情が。
次。よし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 。輪郭はいい感じ。あ、でも可愛いかもしれない。これは可愛い。この子も可愛くできた。あれあれ、画面で見るとそんな。香港の春もさん、タワーありがとうございます。ありがとう。可愛くできたと思ったんだけど、なんか画面越しで見るとそんなだった。あれ？可愛くない。よし、全部描けたかな。皆さんありがとうございます。ありがとう、かもちゃん。鼻が大きく、あ、確かになんかコアラみたいになってる。コアラみたい。よし、みんなありがとうございます。みんな違った。みんな、一個一個書いてってね、ちょっとずつ違う可愛く書いてるはずなんですけど、なんか気づけば一緒なんだよね。無理無理。なんか表情がなくなっちゃう、みんな。あ、20分にランキング見てたよね。あとちょっとだ。気づけば。ひなちゃん、レインボースター、ありがとうございます。今気づいた、ありがとうございます。レインボースター投げてくださってる。19歳の目標は夜、あ、そうだね、19歳の目標とかはあの今日かもまたするので、夜に配信をその時に言いましょうかね。ちょっともう明日早いので、今日は20分になったランキングなので、それで。その人はご自宅。どこに感情を生えさせるのか。頑張ります、頑張ります。あ、カポさん、ありがとうございます、ありがとうございます。やってくださって、グランツさん、タワトクさん、ありがとうございます、ありがとう。ちょっとペンペン、あったあった、やばい、10本たくさんありがとう。よし、いきます。ちょっと、ちょっと可愛く描けるように頑張るわ。よし、
ちょっとちっちゃく描けば可愛いかもしれない。難しい。 あれ描いとこう。あ、待って、怖くなっちゃった。怖い怖い。ちょっと怖くなったから。ちょっと待って。よし。可愛くないな。ありがとうございます、グランツさん。ちょっと待って、猫があんま可愛くない。今日いつもあんま可愛くないから。ありがとう。映ってない。あれ、なんか前描いた時の方が可愛かったんですけど、もう一匹描いてみよう。怖い。ちょっとこれは書き直す。待って、2日後の5日には AKB シームで京香さんのソログラビア特集です。ソログラビア皆さんお楽しみに。実は前に撮影したんです。そうなんです、楽しみに。2日後の5日、そして今夜お誕生日ということでさらなる発表があります。だって皆さん、かわいい猫ちゃんが描きたい。かわいく、今回京香さんに AKB 新聞電子版11月のソロ表紙を飾ってもらい、ソロ表紙ぶつけちゃった。ソロ表紙だって、え、嬉しい。待って待って、作られてきない。だってソロ表紙は知らなかったです。嬉しい。ああ、皆さんお楽しみに。その表紙は知らなかった。撮影はこの間したので、そのグラビアがあるのは知ってたんですけど、お楽しみに皆さん。私も楽しみです。
可愛くない猫ちゃんが出来上がった。皆さん楽しみに。え、楽しみだね。私も楽しみ。それ表紙初めてだ。表紙、表紙とか。ぜひ皆さんチェックしてください。解禁されたら。あと見せてなかった、グランスさんもありがとうございました。たくさんありがとう。ごめんなさい、猫可愛く描けなかった。ありがとうございます。よし、フルメグラビアがとても出来が良くてスタッフ陣にも好評だった表紙も飾ってもらおうとなりました。嬉しいです、ありがとうございます。めちゃくちゃ楽しみです。どんな感じになってるんだろう。今夜この後にツイッターで先出しカット1枚公開します。皆さん気に入ってくれると思います。だってツイッターで、ツイッター待機。ぜひ待機しといてください。どんな感じなのか。楽しみだ。私も楽しい。ツイッターでそう1枚先出し、先出しカット1枚ね、公開されるのでツイッターです。皆さんぜひチェックしてください。嬉しい。めちゃくちゃ目が覚めた。目が覚めた。ね、まさかの、私も知らなかったので表紙は。なのでぜひツイッターですね、まずはツイッターで公開されるので、一枚引き出して公開されるのでチェックしてください。お願いします。ですね、その後の5日にね公開されます。ツイッターは今夜です。今夜だけです。今夜この後です。あ、それ、ま、時間過ぎてるわ。23分だ。じゃあランキング読みます。皆さん本当にありがとうございます。じゃあ13位から読みますね。13位うのさんありがとうございます。12位クロウケイさんありがとうございます。11位ジョークスノーさんありがとうございます。10位バトニーさんありがとうございます。9位としのりアットマークお誕生日&ソロ表紙おめでとうさんありがとうございます。8位まさむねさんありがとうございます。7位ラスカールさんありがとうございます。6位 WY アットマーク影の守護神エンジェルゾイさんありがとうございます。5位香港の春馬アットマーク京香ちゃんお誕生日おめでとうさんありがとうございます。4位カズさんありがとうございます。3位にゃこアットマーク、にゃこアットマーク19歳の誕生日おめでとうさんありがとうございます。2位新11月3日チームエイト山田京香誕生日さんありがとうございます。そして1位がグランツさんありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。皆さんありがとう。
今日の夜も配信をするのでぜひまた見に来てください。じゃあ早起きなのでそろそろ寝ようかなあとツイッターですね、ツイッター今夜先のシュカットが公開されるのでぜひまたチェックしてください。ソル教師もすごい私も知らなかったのでめちゃくちゃ楽しみ皆さんも楽しみにしててください。グラビアもあるのでぜひチェックお願いします。やばい寝なきゃなのに目が覚めてしまった配信はそうですね、また9時10時頃かな、多分夜はぐらいだと思います。じゃあそろそろ終わろうかな。皆さんたくさんありがとうございました。また夜もするのでよろしくお願いしますじゃあありがとうございました。バイバイ、おやすみ、おやすみなさい、ありがとう。